代表作にルパン三世の峰不二子役、ハンターハンターのクラピカ役、鬼滅の刃のダキ役などを持つ人気ベテラン声優沢城みゆきさん。長年培われてきた確かな演技力や柔軟性で様々な役をこなし、その魅力あふれる声で広い年代層に多くのファンがいらっしゃいます。今回はそんな沢城みゆきさんにまつわる面白いエピソードを50個紹介していきます。演技に興味を持ち始めたのは小学校の学芸会で魔女の役をやった時にすごいねと褒められ、作文でも運動でも一番に投げなかったが、これなら一番に投げそうと思ったことだという。声優に興味を持ったきっかけは、同級生が夢中になっていたテレビアニメ烏龍剣心を一緒に見たことが大きいという。また声優になりたいと思った理由の一つに、小学生の頃本を読んでいる時に自分が本の中のキャラという他人になりきることができるということを発見したと語る。声優への転機が訪れたのは、友人にオーディションを誘われた時のこと。まず一歩を踏み出してみたいと思い、1999年5月にテレビアニメデジキャラットの新人声優オーディションに応募。そこでなんといきなり審査員特別賞を受賞したという。その後同作品にてプチキャラット役に選ばれ、演技経験のないまま声優デビューを果たす。テレビアニメ初主演は2001年放送された幸せそうのおこじょさんのこじょピー役という。オーディションを主催したブロッコリーの預かりという形で芸能活動を続けていたが、テレビアニメデジキャラットで共演した氷上京子さんの推薦でマウスプロモーションに所属する。その後事務所付属の俳優養成所で改めて演技を学び、2007年秋からはシアトル劇団後の準劇団員として演劇活動も始める。2011年に放送されたルパン三世のテレビスペシャル、ルパン三世血の刻印永遠のマーメイドより峰不二子役を増山栄子さんから受け継いで演じている。ちなみに沢城さんは3代目とのこと。2015年に今まで在籍していたマウスプロモーションを退所し、同年8月1日に青木プロダクションへ移籍した。2007年1月にテレビ朝日系で放送された人気声優200人が本気で選んだ声優総選挙3時間スペシャルにて4位に選ばれた。2018年4月から放送されたテレビアニメゲゲゲの鬼太郎で鬼太郎役に抜擢された。テレビアニメで鬼太郎役の声優としては5人目とのこと。当初は放送開始後ほどなく産休に入るとのことだったが、代役を立てることなく継続して演じ切ったという。また沢城さんが鬼太郎を演じていた際は初代である野沢雅子さんと親子として共演している。しかし野沢さんは長年鬼太郎を節々で演じてきたことから、癖でつい鬼太郎のセリフを読んでしまうことがあり、沢城さんはそれを聞いて冗談で、雅子さん私鬼太郎やってもいいですかと問いかけることもあったという。2019年9月には NHK 連続テレビ小説夏空にて劇中アニメの声優役という異例な形式にて初の実写ドラマ出演を果たした。2021年にはテレビ朝日の科捜研の女シーズン21第1話にゲスト出演し、大きな話題を呼んだという。2009年は第3回声優アワードにて助演女優賞を受賞。翌年2010年の第4回声優アワードでは主演女優賞を受賞。2011年には第5回声優アワードで海外ファン賞を受賞。さらに2015年の第9回声優アワードでは2回目の助演女優賞を受賞している。ちなみに声優アワードでは誠実な芝居で数多くの作品を支える演技派声優として評価されている。他にもファミ通アワードでは2012年と2016年にキャラクターボイス賞で受賞。ニュータイプ街遊びアニメアワードでは2013年と2017年に女性声優賞で受賞を果たしている。2014年6月2日には一般男性と結婚し、6月8日に所属事務所の公式ブログにて発表。翌日6月9日にはこのニュースはその日のヤフーのトップニュースの一つになるほど話題となったという。2018年6月28日に同年夏頃から産前産後休業及び育児休業に入ることを発表。そして同年11月5日に報道ステーションのナレーションで仕事に復帰を果たす。沢城さんの愛称はみゆきち。また名前の由来は父親が中島みゆきの大ファンだったから。子供の頃の夢はガンダムシリーズのヒロイン、サンガイズ作品のメインヒロイン、マシンロボのメインヒロイン、マクロスのメインヒロイン、学園もの、アイドルもの、萌えアニメ、ギャルゲー、ユリなどのメインヒロインになることだという。沢城さんといえば
育ちのいいお嬢様を彷彿とさせる上品な性質が特徴的だが、地声は低めである。演じる役としては大人役から幼い少女まで、はたまた男役や赤ん坊やマスコットキャラクター、さらにはニュース番組のナレーションまで、どんな役でも大抵はそつなくこなす実力派声優。急な無茶ぶりにも完璧に対応しやり遂げる安定した柔軟性、演技力も持つ。ちなみに女優曽我真知子さんの影響もあり、幼少の頃から魔女の役に憧れていた。沢志子さんは近年では俗に言う七色の声の持ち主。2017年1月にテレビ朝日で放送されたテレビ特番声優総選挙では、ミスター七色声優の山寺宏一さんに、男だったら潰そうとしてたと冗談を交えつつ、その後もよく嫉妬しているとして声優としての実力を評価されているという。ちなみに2001年に出演したテレビアニメ幸せそうのおこじょさんのコジョピー役では、キャラクターの性格などから様々な声色を出していたため、この頃から七色の声の片鱗が見えていたという。ちなみに同業者に女版山寺と呼ばれたこともあるという。沢志子さんはその器用さゆえに、一つの作品で何役も演じることも少なくない。端的な例としては、お願いマイメロディシリーズやジュエルペットシリーズが挙げられる。両作品とも人間やマスコットを含め相当数のキャラクターが登場するため、一人の声優が何役も演じる傾向が強い。沢志子さんは特にこれらの作品において、少女、少年、淑女、マスコットキャラなど複数役を演じ続けており、時には沢志子さんが演じるキャラ同士で会話しているシーンも登場するとのこと。またサムライドー4の絹川さん姉妹、お姉ちゃんバガ Z のカグラとサーヤ、魔装騎士シリーズのサンドリーブ姉妹など兄弟姉妹キャラを一人で演じたり、おぼろ村正の桃姫など同一人物でありながら複数の人格を持つキャラを演じたり、少し変わったところではエンジェルプロファイルにおいてプレイヤーが育成する男の子を幼年期、少年期、青年期それぞれで演じ分けているということもあるという。鬼滅の刃で主演を務める花江夏樹さんは、沢志子さんが演じる敵キャラガキの第一声でゾクッとするような声だったと語っている。沢志子さんの弟は俳優声優の沢志子千春さん。ゲーム三国志物語で姉が諸葛亮孔明、弟が孫権中坊で共に出演を果たしている。また弟が主人公役を担当していたゲームカリギュラのリメイク版カリギュラオーバードーズでは女性主人公が追加され、姉がその女性主人公役を担当することになったという。実は声優界で一二を争うほどの特撮ファンである。中でもウルトラシリーズとスーパー戦隊シリーズとメタルヒーローシリーズ、おもちゃのマシンロボのファンとのことで、いつかマシンロボ新シリーズの正統派の主役ヒロインを演じたいと思っているらしい。沢志子さん的にはロリキャラや元気な女の子を演じたいということらしいが、オーディションに行くと基本的にお姉さんキャラや落ち着いて物静かな女の子に決まってしまうことが多いという。また沢志子さんはいわゆる演じるタイプの役者ではなく、降りてくるタイプの役者である。本人曰く、自分の中にあるスイッチを入れて、スイッチの入っている間は演じているキャラと感覚や性格がリンクするとのこと。シャフト制作のテレビアニメパニポニダッシュにて芹沢茜役を演じて以来、神谷浩史さんや新谷涼子さんなどと同じくほとんどのシャフト作品に出演している。しかし沢志子さんのやる役は特殊で、出る作品のたびに新しい沢志子さんを見せてくれるという。例えば日だまぎスケッチの大谷さん役とマリアホリックの領長先生は職柄的には似ているが、同じ沢志子さんが声を担当しているということに気づかない人がなかなかに多いとのこと。趣味は読書、特技は料理と英語少々、資格は普通自動車免許を所持しているという。特技には英語は少々と書いてあるが、実はかなり英語が堪能である。ゲームストリートファイター4にてイギリス人キャラクターのキャミーの声を演じた際には、英語吹き替え版制作のために沢志子さんが演じた日本語版のボイスを参考用に海外に持っていき、英語吹き替えを担当する声優に聞いてもらった。するとたまたまその場に居合わせた現場の音響監督が勘違いし、まだ演技を始めなくていいと英語版の担当声優に注意してしまったという。英語に関するエピソードといえば、アニメレッドガーデン第2期エンディング冒頭やレジェンズ蘇る竜王伝説、戦記絶唱シンフォギアなどで英語によるセリフを演じており、
英語以外でもモヤシモンリターンズのマリー役でフランス語によるセリフにも挑戦しているとのこと。ちなみに声優アワードで海外ファン賞を受賞した際には英語や中国語、ドイツ語などで挨拶し、さらに英語によるスピーチも行っているとのこと。仕事に関して真面目でストイック。タバコ吸う役の時は吸いもしないタバコを持って演じたり、銃を扱う役の時はエアガンを持って演じたりする。また仕事後ストイックさがわかるエピソードとしては、2012年11月に公開されたエヴァンゲリオン新劇場版9にて鈴原当時の妹鈴原作画役として出演した際に、関西弁を習得するためにキャラとして兄にあたる鈴原当時役の関智一さんに電話し、関西弁の演技の指導を受けたという。そのためパンフレットやクレジットのキャストを見るまで誰が担当していたかわからなかったという視聴者も少なくないという。同業者にいつもテンションが低いと言われがちらしいが、本人曰くテンションが低いわけじゃなく省エネなだけとのこと。ホームページやブログ、ツイッターアカウントなどを持たないため、ほとんどプライベートが見えてこない声優の一人。人見知りが高じてお芝居を始めたという通り、あまり自身を表に出すことを良しとしないという。そういう一面から生真面目、気難しい、職人肌などと思われることもあるが、基本的に好かれていて人望がある。ツイッターのファンアカウントなどを見る限り、特に若い世代のファンが多いようであるが、みゆきちの愛称を作り出した年配のアニメオタクにもファンは多い。若干14歳でデビューしたこともあり、声優としてのキャリアは同年代の声優の中でもかなり長い方とのこと。結城葵さんや井口優香さんなど声優の中には彼女を目標にする後輩も多いという。また芸歴が長いのもあって親交が深い声優さんも多い。中でも矢作さゆりさん、北村恵里さん、井口優香さん、伊藤かなえさん、佐藤さとみさんとは声優ユニットを組みたがるほど仲がいいとのこと。ちなみに下野紘さんとは幼馴染のように接したり、宮野真守さんとの恋人コントもファンの間では有名。声優の水木奈々さんとは大学の卒業を祝ってもらったり、水木さんの新宿コマ劇場での座長公演に直々の依頼を受けて出演したりする間柄。プライベートでは水木さんと一緒に屋久島に1泊2日の旅行をしたこともあるという。声優デビューの頃から付き合いがある真田麻美さんとは姉妹のように仲良しであり、お互いのことを麻姉、みゆきと呼び合っている。過去にゲストに真田さんが来た時の質問コーナーでは、今更麻姉に聞くことがないといったこともあるという。ラジオで共演した与永翼さん曰く、沢城さんは猫みたいな性格で普段はしっかりしているが、気を許した相手には甘えがちになるらしい。ちなみに沢城さんをよく知る真田さんもこの与永さんの見解に同意しており、沢城さん本人も私を理解してくれる珍しい人の一人と真田さんを認めていたという。好きな男性声優は桜井貴博さんと藤原啓治さんで、尊敬する女性声優は中原舞さんと椎名ヘキルさん。沢城さんの声優デビューは他の声優の方々と比べると非常に早いため、似たような境遇にあり、同年度生まれである名塚香織さん、三平優子さん、星水亜美さんとの親交が深くなったという。名塚さんと三平さんはテレビアニメダーダーダーで初めて共演して以来、そして星水さんも同様に共演することが多くなった。この4人の仲睦まじさから小野坂雅也さんより85年のバカルテットと命名された。沢城さんは北村恵里さん、伊藤かなえさんとで、ファンとマニアと子供たちの間では日本を代表する新三大21世紀のアイドル声優界のビッグ3と呼ばれているが、3人が揃ったトリプル主役級のヒロインのアニメは未だに一度も見たことがない。ということで今回は沢城みゆきさんにまつわる50個の面白いエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。